喧嘩別れしたのに、町外れの図書館で偶然声をかけられるなんて、窓際の席こうして君と話してるとか何年ぶりだろう。今の彼氏とどんな感じなの、見つめられたら答えらんない。 YouTube だね、愛してるよって言われ